これさ、テネブライにもよるんだよね。その前にカルタナティカの駅に降りる。本当に寄れるの？傷は落ち着いた。視力だっていずれ。お前何様だよ。あ？テネブライには寄らねえぞ。いい加減切り替えらんねえのか。切り替えたから乗ってんだろうが。切り替えた奴が今一番大変なあいつに声の一つもかけらんねえのか。話せ。指輪はどうした？大事に持って歩くだけが命と引き換えに届けられたもんを眺めてるだけで責任が果たせんのか。こと分かって。お墓はもう次の駅か。みんなで行けんのかな。黒い服のお兄ちゃんたち怖い。こら、人を悪く言うもんじゃない。あとどのくらい？もうすぐよ。何よ、かわいい子見てたの？誰も見てないって。フレーナさんはダメそうだな。まだ見つからねえってな。せっかくお顔が見られたのに。食堂車に行かないか。気になる女の子見たいだけなんじゃないの？違うって、お腹が空いたんだよ。カルタナティカって何かあったか？さあ、でもしばらく停車するそうだぞ。カルタナティカでは徒歩になる。
もうすぐ到着するよ。鉱山の探検会、ここで準備してってくれ。また寄ってくれよ。いらっしゃい。大した品はないけど、何でも買っておいき。じゃ、行ってらっしゃい。そろそろ行くのか。気を使わないでくれ。安全に中入れるかな。この辺りの野獣とは馴染みもない。もし戦うなら気をつけよう。ああ、分かった。足は悪いぞ、転ぶなよ。ああ、気をつける。きつかったら待っててもいいからね。おい、王様、後ろの速さに気を配れよ。うっせえな、分かってるよ。出んなよ。何か邪魔をしたか。いや、そういうんじゃなく、墓はこの下か。
イグニス、足元。ああ。なんだこりゃ。え、これ進める？道が塞がってんじゃねえか。工事の機械かな。機械ならどこかで動かせないか。これでいけそうかも。動かせるか。これか。おい、止まってんぞ。なんで。こういう場合、予備電源起動してくださいって小屋に鍵があるらしいよ。ちった、気遣えって。走んなよ。一人で進むな。大変な場所だね。なのんきに構えんな。何かあった？見つけたか。これだね、鍵って。予備電源は起動装置の近くにあるって書いてあった。じゃあ行くか。先に行き過ぎだ。倒しまねえとゆっくり機械もいじれねえな。戦うしかないね。せろ。ほっ。はあ。電源。これだ。予備。動くか。やってみて。コードはつながってる。慎重にやれよ。いちいちうるせえな。
成功か。よし、あともう一つ。さっさとあれを動かすぞ。電源が切れちゃ終わりだ。分かってるし。ノクト、ちょっと待って。開いたか？そんな音がしたね。ああ、ひとまず行くぞ。ちった、気遣えって。おい、このまま行って王の墓に入れんのか。なんだい。顔向けができんのか、歴代の王に。いや、そもそもお前、旅を続けられんのか。続けるよ。俺が何言ったって続けなきゃなんねえんだろ、王様は。ああ、その通りだ。だがな、分かってんならちったしっかりしろ。開いてるな。おお、うまくいってよかったね。ああ、でかい洞窟。墓所はまだ先か。待ってるか。簡単に言うんじゃねえよ。出ねえし。ほら、ここなんか匂う。イグニス、滑んないように。おりゃ、ほら、ほら、なにこれ。卵か。この後ろに何かありそうだけど。顔、何が出てきた。やべえやつ。何かあるはずだ。
ノクト、一つ試させてくれ。聞いたか。うぜえんだよ。聞いてるっぽい。あるじゃねえか。これならいけるか。やったか。倒したよ。イグニスのおかげだ。素手で掃除はできねえぞ。焼くしかねえだろ。おお、扉だ。こんなとこに墓作んなよな。さっさと駅に戻ろうぜ。ああ、行こう。待ってくれ。お、どうした？もういいだろう。揉めるやりとりだけが聞こえてくるのは嫌なものだ。あ、目についてたが、やはり見えない。良くなる兆しもない。だがその上で、俺は旅を続けたい。これまでと同じように。悪いが、俺は反対だ。何度も言うが、戦いの中じゃ命に関わる。でもそれは俺たちが面倒見らんねえって話じゃねえよ。なら決めるのはイグニスだろ。って精神論じゃ片付けられねえぞ。分かってる。俺には合わせろなんて言わない。やっぱりテネブラへ寄ってもいいか。うん、いいんじゃない。気になんならそうしろ。もうご乗車になりますか。ああ、頼む。それでは中でお待ちください。まもなく発車いたします。何かあったら言えよ。だね、隠すのはなし。ああ、出発だ。なしだとよ。分かってるさ。こけんなよ。立ち止まれねえって。死なれたら困る。直球だな。